平野紫仕様、中国市場で2億人を魅了する中国ビジネスへの期待。日本の人気アーティストである平野仕様が香港で行われたルイ・ヴィトンのイベントに出席し、中国での成功に期待が寄せられています。この記事では平野紫仕様の最新動向と彼が中国市場で成功する可能性に焦点を当てます。 赤西陣や山下智久の成功例から着想を得つつ、平野氏用が中国ビジネスでどのような活躍が期待されるのかについて詳しく掘り下げていきます。平野氏用の中国進出。11月30日、ナンバーアイ、ナンバーアイのメンバーである平野氏用が香港で行われたルイ・ヴィトンのイベントに参加し、大きな注目を浴びました。 彼はキング・アンド・ブソ脱退して新たに結成されたグループナンバー・ア、no. イでファッション誌・オウック・ジャパンの企画で香水・リビア・リブレとタイアップし、香港で開催されたルイ・ヴィトンのファッションショーにも出席しました。これらの活動が中国の SNS ・ウィーボー・ウェイボーでトレンド入りし、2億人を超えるアクティブユーザーが注目したと報じられています。 中国での人気の理由。平野紫洋が中国で人気を博している理由は、彼が主演した2019年の映画、かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦から、が中国で大ヒットしたことが挙げられます。この映画の成功により、平野の知名度は中国でも急上昇し、香港でのイベント参加が現地でも話題となりました。 芸能事務所関係者によれば、中国で成功を収めた赤西陣や山下智久のように、平野もアジア圏からスタートして世界進出を果たす可能性があるとの見方が広がっています。中国市場への期待。平野市要がスマイルアップを退場した際に明かしたように、彼の海外志向の高さが今回の中国での活動につながっています。 最近の K-POP アーティストたちの成功事例を引きながら芸能事務所関係者は中国を中心としたアジア圏からチャレンジするのもありだと思います。と述べ世界進出において中国が重要な足がかりとなる可能性を指摘しています。これまでの活動を踏まえ平野がナンバーアイや個人として中国市場で仕事を増やす可能性が高まっていると予想されています。 2億都庁を魅了する中国ビジネスの展望。芸能事務所関係者はナンバーアイや平野市用が中国での活動を強化するとウィーボーでのフォロワーが急増し、現地の企業からのオファーが殺到する可能性があると分析しています。彼の投稿が2億都庁の反応を呼び起こせば、これが 中国ビジネスの実現につながり大きな話題となるでしょう。赤西陣や山下智久のような成功例を挙げながら、平野市耀が中国市場でどれだけの影響力を発揮できるかが注目されています。結論。平野市耀が香港で行われたルイ・ヴィトンのイベントに参加し、中国市場での成功を予感させる動きを見せています。 映画やグループ活動を通じて中国での知名度を高め、現地のファンからの大きな支持を受けています。アジア圏からのスタートをきっかけに、彼が世界進出するために中国市場をどのように活用していくのか、今後の動向が注目されます。平野紫耀の 中国ビジネスが果たしてどれほどの成功を収めるか、ファンや業界関係者の期待が高まっています。執筆者プロフィール、斉藤総人、1991年生まれ、シラビー、編集部記者、報酬監視の芸能記者を経て、現職に、ジャニーズネタを中心に幅広いジャンルの芸能ニュースを取材している、飲食店巡りが趣味で、グルメ記事も手がける。 現在のお気に入りのドラマは、こたつがない家、日本テレビ系、一番好きな花、富士テレビ系、税調から、払えない、には訳があるから、日本テレビ系。取材文、シラビーハングシーアイルジューサイト総人、株式会社ヌーシー。